はい、じゃあ2戦目はニエトの対アリカ、ウィークマン、ウィークマン対アリカ。名前を呼んではいけないあの人になっちゃったんですね。さあディディーコングですね。登竜門においてはこの緑色のなんていうんですか、この寝るときにかぶるやつ、かぶったプリンも恒例になりましたね。はたく転がる先、空中着地狩り、しっかり掴み通していって。そうなんですね、プリン戦は掴みに行くってのは割と結構大事なんですよね。なんかぴょんぴょん飛んでるからあんまり掴み通らないイメージを持ってる方もいるんですけど、まあでも眠りで撃墜されるところまで行くとその場返しされたら眠りかくっちゃうから、それはダメなんですけどね、気をつけなきゃいけないですけど。安定コンボでしっかりダメージ差作っていく、ウィークマンのディディ。さあしっかり回避を見てから合わせに行くが、空中軌道がすごいぞプリン。空中後ろ相打ち、プリンとしても 122% まで生きれてるってのは結構でかいっすね。生きてる方、待っていた。今日の一眠り下スマッシュは安定。さあイーブンですね。いや同じ流れをやれば勝てるのはアリカプリンの方。掴み抜け早い、前取り方落ち着いてますね、ウィークマンは。確認して上投げ、空母空母2発当てるとダメージが出るぞ。下気を下スマッシュは浮きすぎて繋がらないか、しっかり差し込んでいく。やっぱりこのただ待ち続けるというか何もしないんじゃなくて固まるタイミングで行くっていうのがそのスマブラにおける待ちですよね。来ないと思わせることも待ちの強いことの一つですから。まあウィークマンとしては眠る撃墜パーセントまでに試合を終わらせたいところですね。ホールドエスマッシュなんて、アリカさんは差し合いうまいんですけど、まあキャラの自由度の限界がまずありますね。まあバナナ持たれたらほぼほぼ何もできないっちゃできない。やはりディディウィークマンって呼べって言われたんでね。開幕出しつかみ、ピーナッツ打って飛んでるところに突然の空前、つかみを拒否するためにやっぱ浮いてるとどうしてもこの判定とリーチの優秀な空中前攻撃に引っかかりますね。この不規則が大事だが少し遅らせて、あそこらの判断もさすがですね。つかみ一生つかむか、出し攻撃、出し掴みは間に合わないと判断しての出し攻撃ですね。その最大リターンじゃなくてもやっぱり着地にリターン取ってくるっていうのがプレッシャーになるんですよね。さあ2択になっていたか、空中に取れ外に追い出して、ここが勝負どころだが、しっかりジャンプジャンプリップ上強単発撃墜、これが撃墜力を支えてますよね。さあ何かを見せてほしいが、空中しろ、空中前。さあウィークマン名前詐欺は大概にしてほしい、転がる方向を読んでいる。空中前圧倒的ウィークマン、
空中前を引っ掛ければね熱いんですけど、そう簡単にはいらしくない。下側にも折り込む腹筋もうまいぞ。上投げ空中回避優秀でウィークマンさんが圧倒してます。ウィークマン、そうっす、気まぐれウエスマン、気まぐれウエスマン、プリンセの気まぐれウエスマンの強さやばいっすよね当たらないイコールどっか行ってるじゃないですか。ウィークマン、ウィークマン、様子見のウィークマン。おわ、ジャスが掴み通して活路乱しか、反転掴みしっかりしている。後ろだけ気まぐれ上京でも、気まぐれ上京で終わり確定上京でしたね確定上京、確定上京でした安定してますね。